バイカーホー。生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしなケンタがお送りする香港ケンタチャンネルです。このチャンネルでは香港の三面記事式なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立てる情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日6月7日水曜日です。現在時刻6時49分です。本日最高気温30度、最低気温26度で雨です。降水確率 60% なので傘は必ず持ち歩いた方がいいと思います。昨日ね雨すごかったんですが、多分今日の予報も昨日と同じぐらい降る感じの予報になってます。だまあ明日からねしばらく、昨日今日ほど降らない日が続くという感じの予報になってます。ただ雨は降りそうなので、折りたたみ傘は必ずカバンの中に忍ばしておいた方がいいのではないかなと思います。以上天気予報でした。続きまして香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の1香港ドルは17円80銭でした。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時51分です。ビットコインの価格は2万7000トンで64ドル78セントでした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。今日はですね、香港の工事作業員の質が下がっている、購入価格6000万ドルのマンションが見るも無残な状態にという件と、あと香港の AV 女優ブームで2人目の、香港からの AV 女優が出ましたということで、この2点について話していきたいと思います。まず香港の工事、作業員の質が下がっている、購入価格6000万ドルのマンションが見るも無残な状態についてですが、まあこの6000万香港ドルってね、10億円超えのマンションなんですよね。で、まあ、その高級マンションの屋根の屋上のね工事を行っている間に雨が降ったんでしょうね。で浸水して真下の家に相当な被害を起こしてしまったと。で工事の質も悪く、今もまだ、浸水してくるっていう状態みたいです。で、まあ実際にね工事を行っている時に、いろいろとね文句を言って、もう10年ぐらい前の話らしいんですけど、浸水してきたので、いろいろと直させたらしいんですけど、まあ表面的にね隠しただけで、何もしていなかったっていうのがね現状であって、でまた工事のね質も悪かったため、引き続きねずっと問題が起き続けていたため、家の中にあるね、木材なんかは結構もう腐敗してしまってたり、あとですね、一部ね電気系統にもねほぼほぼトラブルが発生していて、電気がつけられなかったりエアコンが使えなかったりみたいなことが起きてるみたいです。興味があればね概要欄の方からリンクをたどって見に行ってみてください。私もね見てあーすごいことになってるなと思いました。でまあ高級マンションなんでそれなりの管理費を払ってるにもかかわらず、こんな適当な仕事をされるってね本当、困っちゃいますよね。ただね香港の作業を行う人の質が下がってるっていうわけでは私はないと思ってます。なぜならですね、私高級マンションではないんですけど、まあすごい一般的なね小さい部屋、家賃もね安いお部屋だったんでちょっと恥ずかしいんですけど、たまたまね最上階に住むことがあって、でその時にですね、上の工事しましてですね、まあ私同じ状況に陥ったことがあったんですね。ただ私はですねもう毎日のようにね、この不動産屋さん、その部屋を紹介してくれた不動産屋さんと、もう不動産屋さんじゃ話にならないんでオーナーとつないでもらってね、ほぼ毎日ね、写真を撮って、こんなことが起きてるとかこういう問題が起きてるとか、ガンガン言いまくったんですね。そしたらですね、不動産屋さんか大家さんがちょっとこうもう耐えられなくなったんでしょうね。私にですね、ホテル代を出してくれて、2週間、ホテルに住んでくれと、で2週間の間に工事を済ませるからということだったんですね。で私これ、今ホテル代を出してもらったって言いましたけど、実際にはねホテル代は勝ち取った感じだったんですよね。あっちから行ってきたわけではなくて、いや今から工事を行うからなんとか出ていけって言われたんで、出ていけって言われて、そんな工事してる間じゃあ俺はどこに住めばいいんだっていうのでね、ガンガン喧嘩したところね、ホテルを勝ち取ったって感じなんですけど、2週間分、まあそれでね、まあ、2週間で内装全部やり直させて、
なんとかね、私の時はね、それで済んで、まああのね、そんな問題にはならなかったし、まあその家もね、実を言うと、その工事の後多分1年ぐらいしか住んでないんで、でその後もうすぐ引っ越してしまったから、今どういう状況なのかっていうのはわからないんですけど、そうですね、やっぱりね、そういう質の悪い人たち、質の悪い会社かな、そういうね、質の悪い会社はね、あの昔から存在したし、同じような問題ね、実際に起きて20年以上前の話だと思います。そうなので、そうですね、あのもしね、香港でね住んでいる方で同じような問題、まあ水が浸水してくるとかね、そういったのはね、ほぼね毎日ね写真を撮ってね、あの今日こういう状態ですみたいなのをね、毎日毎日報告してあげると、結構ねすぐ対応してくれるっていうね、あのそんな感じだと思います。あ、まあただね、あの大きい問題だからそういう風にした方がいいと思うんですが、小さい問題だったら、そういうことするとね、あの大家さんとね仲が悪くなるっていうのはね、住んでて気持ちいいものじゃなくなってしまうので、そこは気をつけて、あの加減を考えてやってください。さあ続きまして、香港の AV 女優デビューベズブーム、さあ続きまして、香港の AV 女優出演ブーム香港から2人目の、今回は有名人ではなく一般人で、ちょっとね厳しい過去があったような方が、台湾で AV 女優としてデビューしたようです。香港の AV 女優って本当にいなかったんですかね。いや、なんかね、こんなのがニュースになってるっていうか、しかも2人目って言ってるので、まあちょっとね信じがたいんですけど、まあどちらもね出演することを楽しんでる方なのでいいと思いますが、なんかニュースになるほどのことかなと思いましたが、今回まあ、ちょっとね、あの話す内容が他にいなかったので、こちら取り上げさせていただきました。今回のアリスさんは、日本の AV にも出演したいですみたいなことをインタビューで言ってました。まあそうですね、そういう需要もあるのかな。まあそんなことよりですね、私がすごい気になったのは、過去に AV 出演している香港人女性って本当にいなかったんですかね。私がすごいそこに気になっていて、まあ後で私も調べてみようと思うんですが、もしねどなたかね、香港人女性ですよ、で AV に出演していた香港人女性、誰かご存知でしたらね、ぜひコメント欄で教えてくださいまあ香港、あの日本 AV とか日本のドラマとか日本のアニメとかね、あの大好きな人多いんで、あの日本、まあ、基本香港の人は日本大好きだと思うので、あのそうですね、なんかあのついにそれが AV の出演の方まで行ったかと思ってね、あのちょっと私的には笑っちゃいました。もしね、あの興味ある方いらっしゃいましたら、どんな人なのかなとか、顔どんな子なのかなっていうのがね気になる方いらっしゃいましたら、ぜひ概要欄の方からねリンク辿って見に行ってみてくださいということで、本日ニュース以上です。このチャンネルではこういった香港の三面禁止的なニュースや、香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけるとすごく嬉しいです。ということで、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。ジョイキーまたね、バイバーイ。